あ、もうこの時点で風さんとしては出るつもりがないのかなっていうふうに僕は思ってたんですね。はい、多分風チャンネルのルリオです。本日はですね、先ほど発表になりました藤井風さんが、紅白に出場されるということでですね、まあ、僕なりのお話というか思っているところっていうのをお話ししていきたいなというふうに思っております。皆様もぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは藤井風さんを中心に取り扱いをしています音楽のチャンネルとなっております。もし少しでもですね気に入ってくださいましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、てなわけで先ほど12月5日本日ですね5時ぐらいかなにですね、突如藤井風公式アプリから通知が参りまして、藤井風さんが紅白に出るっていう話が来ました。いやー、ちょっとね予想を裏切られましたね。正直去年もこのような形で風さん紅白歌合戦に出られたかと思うんですけど、まあ、正直今年の、紅白出場者が発表された時に藤井風さんの名前なかったじゃないですか。なので、あ、もうこの時点で風さんとしては出るつもりがないのかなっていうふうに僕は思ってたんですね。でっていうのも、まあ、去年ちょっとこうサプライズみたいな形で風さんが突如現れて、もうすごいね、自分の歌ももちろん歌うし、実家からも歌っちゃうし、会場からも歌っちゃうし、 MISIA さんともね鳥で共演しちゃうし、なんかもう紅白歌合戦藤井風のものなんじゃないかっていうぐらいVIP 待遇でですねすごかったので、まあ、出るとしたらこう出場者の中に名前があって、まあ、一出場者としてちょっと言えなかったですけどね、出るんじゃないかなっていう僕の予想だったので、まあ、今年発表があったじゃないですか。バウンディさんとか名前が出た時にいなかったので、あ、もうないんだな今年は、その代わり何があるのかなとか思ってたんですけど、来ましたでちょっとね公式アプリを読むと、第73回 NHK 紅白歌合戦に藤井風の出場が決定しました。もうこれはシンプルですね。第73回 NHK 紅白歌合戦、いやー本当にねびっくりしましたね。いや本当に僕も1個前の動画で言ったんですけど、引っ越してきたばかりなんですよ。なのでテレビがないので紅白出ないんだろうなって思ってたので、まあいらないかなって、急いではいらないかなって思ってたんですけど、ちょっとこれはねテレビ購入案件ですよね。でしかもこうさらっと2個お知らせが来ててですね、12月28日水曜日、10時からですね NHK 総合でNHK ミュージックスペシャル藤井風の放送が決定しました。マジかっていう。でなんか情報見てたんですけど、あれみたいですね、風さん密着、今年まあスタジアムライブとかがあった密着があるみたいなことを書いてたんですけど、今これねこのアクセスしてるんですけど、アクセスできません。多分アクセスが集中しててアクセスできません。本当に困っちゃうよってな感じなんですけど、本当にね僕はびっくりしております。でちょっとね詳細の情報、その番組に関する詳細の情報を知りたい方はですね、まあ、URL 説明欄のところに貼っておきますので、そちらから見ていただければいいんじゃないかなというふうに思ってますが、年末年始、まあ、年始はちょっと分かんないですけど、寝そべり配信があるかもしれないので、年末はですね藤井風一色にまたなっていくなっていうところでワクワクしております。で、まあ、早速なんですけど、僕の藤井風歌唱曲予想をしたいと思います。イエーイぜひ皆さんのね歌唱曲予想もですね教えてください。僕は、まあ、今回も
このような形で出るのであれば2曲歌うんじゃないかなというふうに思ってて、1曲目祭りですね。祭りをこうあれバンドメンバーがっちり揃えてやってほしいのが1曲目で、2曲目がですねグレイス、グレイスをみんなでダンスしてほしいなので、まあ去年は結構ピアノの弾き語り、キラリ、まあキラリは実家からこう録画したものを流れてたんですけど、まあキラリのキーボードね、ピアノかで演奏されてて、萌えを弾き語りで歌うっていう形だったと思うので、結構音楽的にはシンプルな構成だったと思うんですね、風さんの演奏だけでっていうところは、もうね、あ、藤井風ってピアノ弾けるんだなみたいなところはですね、分かっていただけたと思ってるんですね。まあ僕は結構風さん好きなので風さんを追ってるんですけど、追ってね YouTube とかもやってるんですけど、風さんを知らなかった人に、あ、この人はピアノの人なんだみたいなところの印象付けはできたと勝手に僕は思っておりますので、今年はですね、まあバンドサウンドもできるんだよっていう、ちょっとねこうフォーロック好きな人とか、あ、こんな曲歌うんだ、かっこいい曲歌えるんだみたいなところを見せてほしいっていうのと、あとねダンス風さん本当にすごい楽しいじゃないですか、見てて。僕は全然踊れないんですけど、なので、あ、この人踊るんだみたいなところもですね、見せつけてほしいなということでですね、1曲目祭り、2曲目グレイス、ちょっとねわがままかもしれないんですけども願っております。2曲、なんかもっと歌ってほしいんですけどねただカズさんのねワンマンのライブではないので、まあできても2曲くらいかなとか思うんですけど、まあ去年ね2曲プラス、まあ、ミーシャさんとのコラボがあったので、バウンディさんとのコラボがあったりなかったりしたらすごく楽しいなと勝手に思っておるんですが、皆さんの予想はいかがでしょうか。よかったらですね、皆さんがこの曲やってほしいとか、この曲やるんじゃないかなみたいなところあればですね、コメント欄で教えていただけるとありがたいです。なんかね迷ったのは、なんなんデビュー曲なのでやってほしいなとかって思ったのと、あとは死ぬのがいいわがですね、今年ですね、TikTok で流行ったっていうところでですね、そういった曲もやってほしいなと思ったんですけども、今回やむを得ず2曲絞るってことで、僕の予想は祭りグレイスでいこうと思います。ぜひ皆さんの予想も教えてください。はい、てなわけで本当にねびっくりしましたね。あ、こうもまた驚かしてくれるか藤井風陣営はというふうに思いましたが実は僕らツアー前なんですよね。ツアー参加する方はツアー前なのに、なんかこうツアー中に風さん紅白大丈夫なのかなっていうところもあるんですけども、まあ大丈夫だという判断の上ね参加されると思うので、風さんはなので、まあ、体のことはちょっと心配してはいますけども、まあ、全力でやりきってほしいなというふうに思っております。で、まあ、最近ちょっとね寒くなってきたので、僕も気をつけないといけないし、風さんも風さんのチームも気をつけないといけないと思うんですけど、この動画を見てくださっているあなたもですね、ちょっとね寒くなってきたので、もしかしたらなんだっけツアー参加される方もいらっしゃるかもしれないので、まあ体調にはお気をつけて、まあツアーも紅白歌合戦も藤井風さんの活躍を祈りながら年越しできたらなというふうに思っておりますので、まあ、僕も体調管理しっかりしていきますので、皆さんもお気をつけください。はい、てなわけで本日の動画以上となりますが、皆さんいかがだったでしょうか。はい、なんかもっとね喋りたいんですけど、ちょっと驚きすぎてあまり言葉が出てこないっていうのが今の僕の心境です。もしねこの動画少しでも面白かったとかあればですね、ぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。年内ねとりあえず1万5000行きたいなというふうに思っておりますので、ぜひまだねチャンネル登録忘れてたって方はぜひぜひよろしくお願いします。最後まで、動画ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。